働き手の確保が懸念される中、誰もが活躍できる職場づくりについて考えるシンポジウムが昨日高知市で開かれました。このシンポジウムは、人口減少で人材不足が課題となる中、男女ともに育児や介護などどんなライフステージにおいても家庭と仕事の両立ができる職場づくりについて考えてもらおうと県が初めて開きました。シンポジウムでは全国3000社以上の企業でコンサルティングを行ってきた小室佳恵さんがおよそ270人の県内企業の経営者らに講演しました。職場全体の仕事の仕方の方を変えていく方が実は話は早いんですね。ですので対象は全従業員、そしてそれぞれがライフのいろんな事情を背中に背負って持ってくる。でそれを会議の場で自分の発想としていろいろと混ぜ合っていく。そうすると今までにはなかったような、今までは同じ問題を話し合っていてもなかなか解決策がなかったようなことに別の角度からの打開策が出てきたりします。これがイノベーション。このほか小室さんは、若い男性は育休取得を希望している人が多いというデータを示し、若者の願望を叶えられる地域、職場には人が集まるとして、男性の育休取得が地方創生の鍵として注目されていることなどを語りました。県は今後も年齢や性別に関係なく誰もが活躍できる職場づくりを進めていきたい考えです。